トヨタの最新の3列シート SUV4 ランナーが2024年4月9日にアメリカで全世界に向けて初公開されました。現行のモデルが2009年にデビューした5代目から新しく6代目へとフルモデルチェンジされたのは実に15年ぶりのことです。新型4ランナーは 直線を基調とした堅牢な外観デザインを特徴とし、新設計のハイクリアランスバンパーなどを装備して、走破性の向上が図られています。従来からのパワーウィンドウ付きテールゲートに加え、ハンズフリーパワーリフトゲートを備えるなど、使い勝手も良くなりました。インテリアは機能的で魅力的なデザインを採用し、 基本は5人乗りの2列シート、一部のグレードでは3列シートで7人が乗車可能です。エンジンは最高出力 278hp と最大トルク 317lb。FT を提供する2.4リットル i4 スターボと最高出力 326hp 同トルク値を誇る i。 フォースマックスハイブリッドの2種類があり、8速 AT が組み合わされます。ドライブシステムは標準がパートタイム 4WD。上級グレードにはフルタイム 4WD が採用され、FR バージョンも選べます。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン。リアはマルチリンクでスムーズで安定した走行が可能です。 トヨタセーフティセンス3.0を含む先進の安全機能も標準装備されています。この車は北米で販売されているもので、日本では初代から4代目までハイラックスサーフとして知られていました。そのため、日本での紹介では新型ハイラックスサーフとして理解されるかもしれません。調査では、 新型4ランナーに対する意見を集めたところ、76.2%の人が日本で販売されたら購入したいと回答。特に過去にハイラックスサーフを所有していた人々からの関心が高いことが明らかになり、ました。一方で購入したくないと答えた人々は、 大きな車体が日本の道路環境には不向きであるという意見や既存のハイラックスサーフやニュースグループクルーザーに満足しているためとの声もありました日本での本格的な4区の選択肢は限られていますがハイラックスサーフが市場に再導入されることにより一定の需要を集める可能性があるでしょう